こんにちは。はい。今日は何するんですか？今回は、はい、またもや七輪で何でも焼いて食べるシリーズ的なやつです。的なやつって何ですか？貝とかそう、今まで焼いてきたやつあるんですけども、はい、他にも美味しいものがあるんじゃないかと。なるほど。で、こちらを用意しました。はい。この3種類ですね。はい。イカと、これ釣った時の、確かあまりで解凍して用意したんですよね。はい。と、これがジャガバターにするんですか？ジャガバターと、これがトウモロコシ。焼きもろこし。おぉ。七輪でやったら大概なんかうまくなりますからね。何でもうまくなる説、はい、でまあこれを焼いて、はい、まあどれが美味しいんだろうっていう、なるほど、やつです。じゃあ下準備していきましょう。やっていきましょう。はい。じゃあイカはどうします？さばきます？そうだね、全部とりあえず洗うか。はい。じゃがいも2つ、2つしますか？2つにすっか。全部出したけど、これはイカさばきますね。おーよ、じゃがいもって綺麗そうに見えて洗ったら結構土ついてますもんね。意外とついてるよね。いやでもイカが多分これ一番うまそうだな。あ、確かに。イカはもうなんか反則級だもんね。何しても。何してもうまいですからね、まあ。そしたらジャガイモはどうしようかな。はい、一回アルミホイルで包んでやるか。もうそれにバターも入れてたらいいんじゃないですか。ホイル焼き的な。なるほどね。じゃあもう適当に切れ目入れておきます。でも俺生のトウモロコシは初めてですね。基本なんか調理されたトウモロコシしか俺見たことないですね。ああ、なるほど。もうあの真空パックとかに入ってるやつ、はい、スイートコーンとかもう缶詰で準備されたやつみたいなしか。俺家で畑で作ってたから。家にトウモロコシがあるってことがあんまなかったからですね。ああ、でもそう、普通そうよね、うん、下処理って今どうするんだろうって今思ってますね。で、今回は皮を剥いて、洗って、はい、ラップに包んで一回レンジに入れます。ほうほう。で、火通して焼く。へえ。そしたら早いじゃん。なるほど。もう先に火を通しとくわけですね。そうそうそう。はい、じゃがいも終了。あ、バター入れてねえや、俺。ただのジャガイモ蒸しになっちゃう。危ねえ危ねえ危ねえ。後で後悔するとこだった。はい、イカ終わりです。早いな、手慣れたもんですな。はい、準備 OK です。こっちが早く終わる予定だったんだけどな。勝ち。はい、負け。はい、ジャガイモにバター入れていきます。バター多めにしました。多めに2個いく。よし、多すぎと言われようと食べるのは僕たちですから。よくは太るデブの集団ですからね。今まで否定してたけどさ、はい、俺もデブだなって思ってた。これは皮むいてていいですか？じゃあ、うん。皮むくって皮を、おお、こういうことですね。そう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 、ペリーペリーって向けるから。へえ。あ、すげえ、なんかヒゲがめっちゃ生えてる。黒船に乗ってね。はい。黒船に乗って。ペリー。ペリー。ん？ペリペリって。あ、いらんこと言うたー。ものすごいいらんこと言うた。どういうことなんだろうって今でもまだハテナ出てますよ俺の。本当思いつきだけでポンポン言ってしまった。まあまあ後悔してますからね。これでオッケーですか？ヒゲちょっとついてていいですか？うん、いや、はい。へー、初めて剥きましたね、トウモロコシ。そしてで、ラップに包んで、はい、レンジに入れます。はい、よろしくお願いします。洗った水で蒸す感じの。はい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 、オッケー。はい、ではレンジで、はい、4分くらい、はいはい。で、まあこれで切って、うん、外に持っていきましょう。これ焼くとき醤油ですか？なんかタレ作ります？あー、どうしよう、どうする。なんかヘラありましたよね、どっかに。あるあるある。これでなんかもろこしの表面壊して、壊して焼きもろこし作りましょう。あれ醤油なんですかね、屋台とかで言ったら。皮焼きのタレが美味しそう。それですね。
イカもじゃね？あ来ましたね。準備しておきましょう、かば焼きのために。もうこれ塗っときゃ間違いないやつ。それですね。これ塗っときゃ美味しくなりますからね、うん、絶対美味しくなる。よいしょ、よいしょ、なったー。はい、熱い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 ですよ。よし、はい、ではこちらを持っていきましょう。はい、はい、外に持ってって焼いていきましょう。はい、じゃあ焼いていきましょう。焼きますか。ということで、シリンの時はこの炭ですね。ラウンドストーブ 2ロゴスさんの超簡単炭、はい、一瞬でつきますからね。はい、いきまーす。よろしくお願いします。真ん中を、はい、一瞬にしましょう。よし、いいんじゃないですか。はい、オッケー。はい、つきましたね。はい、つきました。簡単ですね。あとは待てば燃え広い、はい、そしたら一番時間かかるのは、あー、じゃがいも。じゃがいもですか。そうだね、うん、じゃあ置いときます、じゃがいも。はい、先、はい、これも乗っけときましょう。はい、で、これどっちかが焼き上がったらイカをパッと。あ、そうだね。よいしょ。はい、おお、もうなんか、はい、どうぞ。お祭りっぽいっすね、これ。はい、どうぞ。おおおおおお、もうすげえ焦げてる。いいね、一気に焦げてる。シリンって楽しいっすね、やっぱ。楽しいね。なんか火遊びが楽しいというかね。火遊びはダメですよ。マネしちゃ。そうですよ、マネしちゃダメですからね。七輪は OK。ちょっと夕方ぐらいからこうやってお父さんが晩酌し始めたらいいんじゃないでしょうか。ね。カニ刺されながら。相当刺されますからね。うん、今。コーン早いね。入れ替えますか。あ、そうだね。ちょっと塗ってきますか、この左側とか。もう染み込みそうですね。おわはい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 、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうもです。あ、いい匂い。いい香り、やば。屋台やん、屋台。あ、じゃがいももレンジ入れときゃよかったな。失敗したな。すぐ食べれるようにですね。ね。もう気持ちがトウモロコシにいってたもん。うわ。はいしょ、はい、どうも。本当にもう毎度毎度お世話になっております。どうも、月岡でしょうです。うまそう。そうなった。これもうコーン食べれるんじゃね。いけますかね、これ。もう4度漬けぐらいやってるもん。いただきます。いただきます。赤っ。うまうめえ。うん、うまっ。よし、じゃあその空いたところにじゃあイカ置いときますか。さあ、行きましょう行きましょう。うまいっすね。うまい。俺いつもなんかバーベキューとかで結構トウモロコシ焼いたりとかするんですけど、うんうん、なんか結構輪切りにしたのが多くて。ああ、そうかそうか。こうやってなんか丸かじりするのは初めてです俺。なるほど。俺なんか丸かじりが普通だった。俺超田舎っ子じゃん、それ考えたら。なんかやだ。シティボーイがいい。どういうことですか。なんか聞こえが。わあ。おー、いい感じ。イカ焼きが一番うまそう。うまそう。塗っときますね。はい。よいしょ。あ、これつければよかった。アングラーズに。それが早い。今屋台の食べ物を勢揃いじゃないですか。あ、本気や。うまかったトウモロコシ。早っ。うちの姉ちゃんはさ。はい。ちっちゃい頃からさ、綺麗にあの歯にこうなんで当てて、歯でこうずーっとこう取ってもめっちゃ綺麗に食うの。へえ。イカもちょっと楽しみだなこれ。でも俺つくづく思うんだけどさ、はい、本当釣り岡で屋台出したいよね。マジで。これと、はい、焼肉焼きうどん。ああ。あれは大ヒットですよ。鉄板で鉄板でバババババと焼きそば的な。うん。あと釣ったイカ焼いてさ。なるほど、イカ焼きもできますね。イカ焼きもできる。もっといっぱい釣っとかもですね、じゃあ。うん。もういっぱい釣って冷凍庫にもどんどん保管ですよ。で、キャンピングカーのあの横の面出して。そうそうそう。これイカも焼けたんじゃないですか、これ。ほんとだね。うん。あ、もう食べれるじゃん。イカももういけそうですよ、これ。イカ食べちゃうか。はい、ちょっとゲソの方から。ゲソいただきます。いただきます。あー、香ばしいですね。あー、うめえ。
イカ焼きに勝てるやつママいないな、うん、いやうまいっすね。うまい。ちょっと焦げて香ばしいし、やっぱでもこういうので焼くとまた違いますね。うん、確かに。なんかフライパンとかでね、うん、家の中でするよりこの雰囲気に飲まれるのかなかもしれないしね。その雰囲気がやばい、うん、うまいもん。うまい雰囲気ってありますもんね。わあ、イカうめえ。今んとこでもどっこいかもしれないですね。ちょっとおマジか、もろこしがちょっとうまかった。あ、なるほど。あとはこれですよ、気になるのは。あ、できてますよねこれ。あ、ジャガイモも良さそう。いい感じですね。よいしょ、ジャガバターです。箸刺してみて。お、OK、ズボっていきますよ。 OK、 よっしゃ、OK ですか。 OK、 もうこのトングで開いてしまおう。はい。おお、いいいい、すげえ。てか、なんすかこの切れ目。ちょっとなんか腹筋割れたみたいな。シックスパック1、2、3、4、5です。10パックです。10パックやった。よいしょ。あ、いけるね。うわー、ホクホクだ。こっちもいける。すげえホクホクだ。バターくっつくつなってる。はい、クレイジーソルトをお持ちしました。ありがとうございます。かけてきます。やべえ、バターが下に垂れてた。もったいね。かけますね。はい、シャ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 、ありがとうございます。じゃあいただきますね。いただきますか。じゃがバターいただきます。あ、はい、うん、いただきます。これやっぱ間違いなかですよ。おあ、ジャガバターホッとするやつ、はい、普通にうまいやつ。今僕は北海道の風を感じたね。お、涼しいですか。うん、行ったことないけど。やっぱちょっとこっちよりちょっと涼しいくらい。うん、ちょっとサッときたね。サッともう行ったことないから表現浅はかだけど。サッときたね。これつけちゃうかな。あ、出た。出た。すぐかばやくなったり。俺も怒りましたよ。わお。はい、どうも。あ、また違った。うん、ジャガイモになるね。ジャガバターかば焼き味になった。ね、ほんとそのまんまかば焼き味になる。あ、なんかこっちバターがなんかなくなった。あ、さっきの火事でやられちゃいましたね。あ、これどれがうまいか決めなきゃいけないんだっけ。そうなんですよ。全部うまいでよさ。七輪で焼く醍醐味って考えると、うん、あーでも、あー、でも見た目いいのこれだよ。これがでも美味しかったかもしれない。コーンとイカが俺競ってるんですよ。あー、うん、なるほど。でも今回は俺イカは食べ慣れてて、うんうん、コーンはこれ丸々一本初めて食べたんで。あー、俺はコーン派ですね。そうだね、うん、イカがまあまあ不動なんだよな。でもイカは強いですもん。でも今回に限っては、はい、今回に限っては今回に限ってはコーンですかね。じゃあもう1位は、今回は1位これですね。ああ、はい。美味しかった。だから今回の順位としては俺はコーン、イカ、ジャガイモ。まあまたこれから、はい、なんか思いついたらいろいろ七輪でいろいろやっていきましょう。そのランキングが崩れるかどうか。そうやね。そしたら今回は七輪で3種類焼いて美味しいものを決めてみました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。メインの釣りチャンネルはこちら、趣味のチャンネル釣り岡ハウスはこちら。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。